何が？薬を作るって痛いのかな？いや、痛みはないだろう。きっと血を抜くだけだ。注射ならしたことある。あいつ予防接種受けた。状況が分かるまでは静かにしてよ。作業できるな。何もない。ああ、ここには医療器具があるだけだ。どういうこと？みんな急いで逃げちまったようだな。みんなじゃないかも。そばにいろ。感染者に護衛が2人やられた。あいつらまた研究所の安全について会議だとさ。設備は全部ここだし、データも全部ここだ。研究員もここに住み慣れてる。俺はもう一度実験をやる。でないとこの状況に頭がおかしくなりそうだ。
っとクリッカーがやったんだよね。いや、クリッカーなら隠れない。なかった。ええ、ファイアフライでもない。研究してるうちに猿になっちゃったのかな。探せば何かあるかもな。全ての実験用具は無事荷造りできた。さて、問題は猿たちをどうするかだ。感染した猿は処分しろと言われた。まったく知ったことが。犠牲になったのはこの子たちだ。無事に逃げるのに値する奴ら。おい、やめろ。猿に手を出さなくてよかったな。どこ行ったか言ってないわ。ああ、探し続けよう。ファイアフライを探してるならもういない。知ってるよ。私も死んだか、死にかけてるだろう。今のうちにメッセージを残す。何か手立てがあるとしたら、やってきたことは全部時間の無駄だ。これ以上続けられない。くそ。チームはソルトレイクシティのセントマリー病院にいる。まだそこで世界を救おうとしてるだろう。まあ、頑張ってくれ。どこだかわかる？町の位置は知ってる。遠いの？ああ、近くはない。馬だとな。何？ファイアフライ？伏せろ！あの人たち誰なの？そんなことより、とにかくここから逃げ出そう。
ない。どけ。何？どけ。抜いてくれ。わかった。やれ、行くよ。一、二、三。抜け。ほら。馬のところへ行こう。誰もいないよ。行こう。ジョエル、具合はどう？大丈夫。大丈夫。ここ越えられる？ほら、動いて。見えてるぞ。こいつ。そこにいて。私が回り込む。エリー。俺の仲間を殺しやがって。出てこい。じゃなきゃ力ずくだ。もう大丈夫さ。ジョエル？ジョエル！まずい。ジョエル、ほら。ねえ、起きてよ。どうすればいいの？